福岡のギャラリーのろぺこです。ハンドメイド作品をご紹介していきます。こちらは可愛く猫ちゃんが刺繍されています。猫着物ポーチです。モダンな感じが可愛いポーチです。髪を結ったグレーの猫ちゃん、帯もおしゃれです。またこちらですが、ビーズがちょこちょこ縫い付けてあります。わかりますか？キルト芯でふっくらしています。後ろもこのようにビーズが縫い付けてあります。底部分と内側です。3点ともこのようにガバッと大きく開きます。髪飾りもおしゃれな白猫さん、オレンジ色の着物です。何種類かの生地をパッチワークで仕上げてありますが、こちらもビーズがあしらってあります。キラキラわかりますか？後ろから撮影します。後ろもこんな感じでビーズがちょこっと縫い付けてあるんです。底部分と内側です。茶色の猫さんは英語の着物を着ています。こちらもいろいろな生地を使ってパッチワーク仕上げです。後ろから撮影します。同じようにビーズがあしらってあります。底部分と内側です。手に持った時の大きさです。3点とも少し大きめのポーチでいろいろ入ると思います。